入れていきますか。プレゼント。なんか26もある。なんだろう。すごい。いやいや、あ、エナジーとかいっぱい取ってた。いやどうしよう、これ A ランクとかいっぱいあるから全部入れ、あ、選択以外は全部引いちゃおうか。一回引きましょう。邪魔ですから。はい。イチローセレクション。イチローセレクション。これ本当にイチローさんが選んでるんですか。じゃないですか。忙しそうですけどね。そうですね。省略。小倉シェフ。今宮、石川。まあさ、もういいだろ。よし。早い。で、OB 選択、A ランク OB 選択契約書が2枚あるから、はい、これは、あれですか？あ、まあ、ゴールド消化しますね。あ、そうですね。ゴールドと10杯1枚と、ゴールドは何枚だこれ。ゴールド3枚と、はい、10杯1枚、うん。いきますよ。いきましょう。なんか、ほらもう。A1 枚でしょうかな。確かに。ない。あ、赤く、赤いね。お、赤に燃えた。カットインなしか。割れろ、割れろ、割れろ、割れない。ああ。A。A。A。あ、B。B 来るの？あ、来るか。B 来ます、B 来ます。はい、B。サメ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 。いえ、まだわかんない。さあ、こっからですよ。一応セレクション。狙いはね、やっぱ、はい、ソフトバンク、城島さん。おお。あと誰だろうなあ。あ、王さん、会長ね。お。と、あと誰だろうな。秋山さんかな。西武。この3人が欲しいかなっていうね。そうですね、関連ソフトバンク関連の確かに選手となると。でもこれ基本的に当たりじゃないですか。能力めっちゃ高いでしょみんな。そうですね、多分外れがないと思うんですけどね。ねえ、うん、外れ誰だろう。ジョーンズとか外れなのかこれ。能力的に CBD ですもんね。 あと中日時代の松坂さんだから、あ、どうなのかな。 BCBあ、やっぱちょっと落ちるよね。やっぱね、やっぱり落ちますよね、うん、西武とかね、そっちの方が多分強いんでしょうね、うん、あとはもうそんな 弱い選手はいないかな、うんうん、まあでもこの3人かな。そうですね、しかも王さん、秋山さん、城島さん、イチローさんが、城島が、うん、日本で一番いいキャッチャーだと思うみたいな。本当ですか、はい、WBC で退場した唯一のキャッチャーですからね。自分でも言ってますから。バットを置いて帰る、立てて帰るという。確かに。あれはすごかったですね。さすがです。さすが。めっちゃ受けましたけどね。でもあのバイトリーって言わなきゃ世界で戦えないですよね。さすがですよ、やっぱ。じゃあ、引いていきますね。はい。あ、違う違う、危ない危ない。10連引くとこだった。危ない危ない。よし。紙吹雪はえ？実チーム？いや実チームじゃない。違う。本当に？S 確定。S 確定。はい。紙吹雪？おお松坂さん。お。いや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 。能力的な話ですけど、でも、うん、そうですね。選手としては当たりじゃないですか。うん。いやいや、マジで欲しかった、欲しい選手ではありましたね。うん、松坂さんね。でも中日ですからね。まあでもいいか。これね、うん、選択で、そうですね、松坂さん取って、はい、これも育ってます。もしそのうち西武の時の松坂さんが、ああそうか、その可能性もあるから、うん、引き継げると。そうですね。はい、いやでもそれは当たりじゃないですか。ね。コレクター的に。うん、よし。いやいや、なかなか良かったですね。いい感じでしたね、うん、でも西武も強い、ソフトバンクも出るかもしれないね。おお、どうなんですかね。その可能性もありますよね。どう、これって何ですか。一軍ででも何か試合か投げたとかないですかね。ああ、その規定というか基準みたいなのが、うん、どうなんだろう。え、うん、S ランク限界突破コーチ付きですよ。お、これ聞いていいですか。A ランク以上の自チーム選手1人確定。お、これ引きますね。引きましょう。
でももしかしたらエースが出てくるかも。そうそう、美味しいでしょ。確かに、やってみましょう。1回だけだもん、1人1回だもん。星はある白。もう最近引き弱いんですよね。最初の頃あんなに緑言ってたの。来い。うわー、緑だけ。カメラで回ってない時は強いんですよ確かに本番に弱いタイプです。写真だけ送られてきたりとかするやつが、うん、すごかったりしますからね。あー、 A B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  6枚目 B 7 8 9はい、ラスト自チーム A 以上確定だから、はい、誰かしらは。わあ、でも A の柳田選手。お、まあまあまあ、でも S ランクもらったから俺最高です。はい、受け取る。ないですよね、なかなかね。そうですね、本当にないですよね。そう、アイテム今何なんだろう。7枚お貯めてる。意外と使ってます。ずっと。あ、使ってないですか。あ、でも一時期だから松井和夫さんをに使ったぐらいかな。あとはまあまあ、あとミスターかな、うん、ミスターに使ったかな。うん、そんくらいですかね。まだ長嶋さんはスタメンなんですか。スタメンです。お、不動のさん。さすが。今もうでもあれですね、レギュラーあんまりリーグオーダーあんまいじってないです。あ、なんだろう、確かに最近リアタイやってないですもん。そう、とりあえず今なんか選手を育ててる段階、うん、どうすればいいかよくわかんない。またそうそう、全ちゃんとじゃあ話し合った方がいいですね、これ。全ちゃんと。いや、そこまでのなんかあれがいないんですよカードも集まってないんですよ。うん、まあいいや、まあこんなもんでしょう。ですね。